漢詩は古代中国戦国時代における諸詩百科の一人、またはその人物に固くされる書物の題名。伝統的には道家に分類されるが、その内容は道家、頬家、陛家などが混ざり合った増加的な内容であり、厚労思想などの雑多な思想を追句などの修字技法を駆使して解く。近現代の中国学においては長らくマイナーなモロコだったが、 1970年代の馬王大白書の発見により、功労思想が注目されるようになってからは、徐々に研究されるようになった。耳き時間後の人物像については、その忍者であること、及び、砲弾の師匠であること程度しか伝わっていない。具体的には、太平五乱や、現羅生産が引くところの、竜教、竜不死の、七略、列戦伝、王、将の、風俗通。 傾向の、孔子殿などにその人物像が伝えられる。漢子という名前は、漢、すなわち、という鳥の羽で作られた漢塗りを被ったことにちなむ。古代中国の習俗では、は、有毛な鳥とみなされたため、漢は、有毛な武漢が被るものとされた。漢代以降のレリーフにも漢を被った武漢が描かれている。五漢書古史福祉によれば、そのような習俗は、蝶のブレ王に由来する。 ブレーン王は、関詩にも登場する。しかしながら、そのような、関を、なぜ忍者の関語が被っていたかに関しては、判然としない。関助芸文詩は、どうかの書として、関詩一編を記録している。一方で、随所形跡詩は一編ではなく三巻と記録している。他方で、後日の関与は三巻十六編と伝えている。しかしながら、原稿本は、 三巻十九編からなる。扱われる思想は、功労思想のほか、軍事学、衝抜術、人材登用術、成人、正な、道、法、勢い、一、音名宇宙生成論、天の法則性、天地人三歳の類比、五行思想のような語の類比、といった雑多な思想が扱われる。登場人物も雑多で、漢語のほか、砲弾、ブレオー 伊富女王、そして、先進の著名人が登場する。いくつかの記述は、他の諸子や、戦国作、あるいは、馬王大白書の皇帝四教のような神室文献の記述と近似する。南朝の劉教、東大の寛意は、漢士の修辞的な文章を称用した。一方で、東大の劉宗元は、漢士の文章を酷表した。その上で、全漢のかよしみの布。 トリフトの比較を通じて、漢氏は、全寛以降の義所であると断じた。信代の容気は久しも、また義書としている。当代の徒歩は、晩年の死、二郎で、孤独な陰遁生活を送る自身を、忍者としての寛氏になぞらえた。北宋の陸伝は、寛氏の注釈書を表した。日本では、江戸時代後期の狩野藩の藩校、文霊館の名前の由来になった。 欧米の中国学においては、1980年代頃から AC グレアムや DR コネクタスラによって研究されてきた。とりわけ、カリーヌ・デフォールトによって主体的に研究されている。デフォールトは、漢詩の文献学的な研究と合わせて西洋の伝統的な修辞学と比較したり、西洋思想史学者のクエンティン・スキナーによるホップズ修辞学論の研究とその方法論を、 取り入れたりしている。その他、先駆的な研究例として、1950年代のジョセフ・ニーダムが自然法と自然法則の類比という観点から法事を論じた際に監視に着目している。ありがとうございます。